おお、こいつはすげえ。こんなにたくさん人がいるぜ。いや、みんなこんにちは。お前たち最高だぜ。おお、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶完璧だったやつ見つけたぜ。ガイさん、はい、こっちの後ろだ。一番前の列で通路から2番目にいる茶色っぽい甲羅の大人だ。そう、その人だ。こんにちは。こんにちは。名前は？遠田です。遠田かな、合ってる？はい。クールな響きじゃないか。そうだ、君にみんなのお手本になってもらいたいんだ。俺が最高だぜって言ったら、さっきみたく両方のヒレを元気に高く上げるんだ。お手本になるように全力でやってくれ。じゃあいくぜ。どうだ、最高だぜ。バッチリだ。みんな彼に拍手しようぜ。さすが、完璧だったぜ。ありがとな。よし、次は誰と話をしてみようかな。お、次はこっちの前にしよう。前から3列目だな。で、一番通路が、なんだ面白い昆布みたいな二枚貝みたいなのかぶってる子いるだろう。ちょっと話したいな。そうそう、こんにちは。こんにちは。名前は？桜子です。桜子、よろしくな。じゃあ桜子、ちょっと聞きたいことがあるんだ。今日さ、どこから来たんだ？東京から来ました。東京ってどっから来てくれたのか全く知らないとこだ。じゃあさ、今日は誰と一緒に来たんだ？お母さんと来ました。そうか、わかったぜ。じゃあ一緒に来てくれたお母さんはどこにいるんだ？ひれあげてそうだよな、隣だよな。いや、お母さん、こんにちは。こんにちは。名前は？ゆきです。ゆき、よろしくな。いや、お母さんである君にぜひ聞きたいことがあるんだ。桜子からさ、いろいろと質問をされたことってあるかい？あります。そうか、俺の息子のスクワートもそうなんだ。俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。教えてくれてありがとな。桜子もありがとな。いや、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからさ、今日は俺に人間のこと教えてくれないか。協力してくれるなら元気にひれあげてくれ。どうだ、おーい、おお、お前たち最高だぜ。どうだ、今のよかったぜ。じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるの？だってさ、この中で食べる人いるかい？いたら切り上げてくれ。どうだ、おーい、食べないやつ結構いるんだな。動けんのか。じゃあガイドさん、はい、こっちの後ろだな。一番前で一番端だ。面白い二枚貝つけてる人、切り上げてくれてたんだ。二枚貝流行ってんだな。こんにちは。こんにちは。名前は？マナです。マナ、よろしくな。じゃあマナ、ちょっと聞きたいことあるんだ。マナの大好物って何？果物。果物、おお、初めて聞いた。それはどんな食べ物？みずみずしい、甘い。甘い、なんか面白そうなの食べんだな。そうか、いや、俺はさ、下の海藻をよく食べるんだよ。わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだぜ。そしたらこんなにでかくなったってわけさ。山田、俺の体重今何キロあると思う？100キロ。ガリガリじゃないか。俺今300キロあるらしいんだ。だからさ、君がその果物ってやつをさ、いっぱい食べて300キロ目指してくれた。お前たち最高だぞ。よし、今度はみんなの番だ。俺に質問あるやついるかい？いたら切り上げてくれ。何でもいいぜ、遠慮すんなよ。後ろの方でもいいぜ。そうだな、じゃあこっちの前から行ってみようか。
一番前だな。で、端から3番目かな、白っぽい甲羅のおちびちゃんが元気にひれあげてくれたんだよ。ぜひ話したら、こんにちは。お挨拶してくれた。名前は何て言うんだ。いろはです。いろはよろしくな。聞きたいことなんだ。いちご。いちご。いちご。ごめんな。隣にいるのもしかしてママかな。ママいちごって何？あ、そっちがママか。ママいちごってなんだ。いちごは好きな食べ物だと思います。なるほどな。それ質問じゃなく報告って言うんだ。あ、でもそういうのも食べるんだな。じゃあお嬢ちゃんもそのイチゴってやついっぱい食べて300キロ目指してくれな。お前たち最高だ。よし、他にあるかい。後ろの方でもいいぜ。遠慮すんなよ、開けて。どうだ、質問あるやつ。そうだな、じゃあ次はこっちの後ろ行ってみようか。うん、一番前で通路から4番目。やっぱり面白い二枚貝乗っかってる人だな。ヒレ元気にあげてくれさ。こんにちは。こんにちは。名前はミオです。ミオ、よろしくな。質問は何だ。あの、今日左手の手袋を落としちゃったんですけど、うん、クラッシュってどこにあるか知ってますか。左手の手袋。手袋って一体何のことだ。防寒具です。防寒具かどうかちょっとわかんないんだけど、なんかそれっぽいの拾ったからちょっと今持ってくるよ。待っててくれな。これな、その手袋ってやつってこれのことか。それです。おお、そうかそうか、見つかってよかったぜ。じゃあさ、ここに置いとくからさ、なんとかして取りに来て。お前たち最高だ。よし、他にあるかい。質問あるやつ入れ上げて。何でもいいぜ。じゃあ真ん中の後ろ行ってみようか。うん、そうだな、前から、あ、後ろから2列目、こっちの鶴岡にしようかな。大きい貝殻かぶってる人だ。元気にヒレ振ってくれてるんだ。そう、こんにちは。あ、俺、あ、さ、こんにちは。名前は佐藤壮です。佐藤壮、よろしくな。質問はどうぞ。あの、自分、壮って名前なんで、な、荷物なんで。お前待ってくれ、え、名前は佐藤壮だろ。あ、上と下があって、下の方が。待って、人間って名前上と下があるってこと。はい。おお、そうなのか。え、じゃあ佐藤が上で壮が下ってことかい。その通りです。おお、そうなのか、そうなのか。お、それで、あ、で、自分なんかニックネームみたいな、なんか愛称というものがなくて、うん、クラッシュに決められたら決めてくださったな、だなって。なんだってあだ名を決めてくれたら。おお、俺でよかったら。もちろんさ。そうだな。あ、じゃあちょっと一回立ってくれるか、ちょっと全身見てみたい。昆布だな。よかったら考えてくれな。お前たち最高だ。よし、他にあるかい。何でもいいぜ、遠慮すんなよ、切り上げて。じゃあ次は、お、こっちの後ろ行こう。一番後ろで通路側だと思うんだよな。元気に切り上げてくれてるんだ。ぜひ話したいな。こんにちは。こんにちは。名前はアンナです。よろしくな。質問は何だ。と、明日からクリスマスっていうのがあるんですけど、クラッシュは誰と過ごしますか。ごめんな、クリスマスっていうの初めて聞いたんだけど、それは何なんだ。なんか仲いい。お、誰だろうお前。聞いてんだよな。クリスマスっての知らないんだよ、それ何。特別な人と過ごす日です、うんうん、おー、そんな日があるってことなのか。そうなるともちろん家族と一緒に過ごしたいな。俺にはパートナーシェリーってのがいてさ、子供たちは全部で65匹いるんだ。何、クリスマスってのは明日なの。明日と明後日です。おお、2日もあんのか。そうなるか。いや、俺人間の世界のことよく知らないから、そういうこと教えてくれただけでも嬉しいぜ。ありがとうな。お前たち最高だぞ。なんだこの音。
ハイドロフォン壊れたか。ハロー。おー。なんだ、ベイリーだったのか。あいつのエコロケーションですげークールなんだよ。人間もできるか。そうだ、あいつにやってもらおう。どうだ、君の出番だ。君はエコロケーションで俺のヒレが何本上がってるか当ててくれ。じゃあまず両方のヒレを頭の横に持ってきて。そうだ、で目閉じるんだ。いいかい、俺がいいって言うまで目を開けるなよ。そしたらせーので、うーだ、いくぞ、せーの、まだ目開けるな。じゃあどうだ、俺が開けてるヒレ何本だ。2本。目開けてみろ。大正解だ。みんなからに拍手しようぜ。ありがとうな。お前たち最高だ。カユンカユンカユン。おお、スカート。パパパパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ家族が呼んでる。今日はみんなと話せてすげー楽しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとうな、楽しかったぜ。また話そう。遊びに来てくださいね。出口は後ろです。忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございました。